皆さんこんにちは、ママタンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、和室の方ね、ちょっと掃除機をね、ちょっとこう隠れかけてないんですよ。わーおーって感じですけどもね、こちらの方ね、今から掃除かけていきます。まず掃除物を掃除してきました。はい、掃除機出しました。伸ばしますね。はい、なんか忘れ物しちゃうんですよね。もうこちら乗せる、乗せるんですよね。こちらの、はまるんでね、とっても簡単なんですけどね、はい、かけていただけの動画になってしまってますけどね、皆さんよろしくお願いします。今はね、3倍速ぐらいにこれでもなってる方なんですけど、ちょっと待ってくださいということで、ちょっとゴミを発見とかね、この周り、ほこりがね、落ちても溜まりますよね。こういうところにほこりが溜まってしまうんですよね。はい、ちょっとずつずつやります。はい、それではまたかけていきます。ママさんね笑っちゃいますよね。ほんとね、皆さんご視聴ありがとうございますね。こんな動画でもよろしかったらね、ご覧になってみてください。よろしくお願いします。こんなの誰でもね、かけれるかけると思うんですけどね、ついこんな動画を出してしまいました。よろしくお願いします。結構ね、暑いんですよ。蒸し時間なんですね。でもね、今日28度かな。昨日は58度ですね。はい、こんな感じで出ております。夏なんですよね。私は足腰に使っちゃうんで、こんなね、ウミウミ水系のね、満載でございますよ。足腰使っちゃうんですね。はい、こんな風にザザザザザザーってね、かけてる私なんです。ありがとうございます。ありがとうございます。急に話変わって、こう沈黙したんですけど、物質なんだよね。まさにね、こうやってね、かけていきます。ザザザーね、はい、ここからはね、普通の倍速になりますね。倍速って倍速で普通になります。倍速かかってませんね。なんかね、スローモーションみたいに見ちゃうんですよね。早く見ちゃうとね、こんな感じで隙間を引きましたね。あとね、そこに干してあるものね、またもう一つね、ちょっと持ってきますね。ちょっと暑いんでね、あっても閉めます。暑いですね。ビシビギリギリギラギラですね。はい、では終わります。グッドーみたいなね、感じですけどもね。はい、はい、今度はね、夜逃げ用のベッドなんて言ったらパパタに怒られますけどね。こっちがバスッと、穴開いてますよね。はい、ひっくり返して、そしてこれ何か10キロぐらいはあるのかな、よくわからない、ちょっとわからない、買ってから結構経つのでちょっとわからないんですけども、はい、こんな感じですね。そろそろね、終わりと思います。はい、それでは皆さんね、本当ね、最後までご視聴本当にありがとうございます。 Thank you for watching ということでね、グッドボタン登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございます。バイバーイ。